マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢、私も毎日飲んだり食べたり実践しています。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめするリンゴ酢を使った痩せて若返るレシピをお伝えします。もし健康で綺麗に若返って痩せたいという方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せて若返るリンゴ酢レシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、女性の方必見です。痩せて若返るリンゴ酢のレシピ、材料、作り方の順番でお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せるのでしょうかということで、痩せるポイントが6つあります。1つ目です。このレシピ召し上がると、あなたの腸内環境がめちゃくちゃ整っていきます。なぜかというと、リンゴ酢を使っているわけですから、酢酸という成分の力があってですね、それがあなたの腸の蠕動運動をすっごくね活発にしてくれます。そのことで腸の動きが良くなるわけですから、血液がサラサラになって代謝が上がって、やはりその根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。そして2つ目、リンゴ酢を使ってますから脂肪の蓄積を抑える効果があるんです。これは食べる時にどなたでも血糖値がこう急上昇してしまうんですけれども、それをグッと抑えてくれる効果があるのがこのリンゴ酢。そのことで結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。そして3つ目、満腹感が得やすいんですね。もうよくね、最近コメントもいただいてるんですけども、先生ってリンゴ酢を飲んだり食べたり始めてから、とにかくあれだけお腹が空いていたのに、朝からしっかりリンゴ酢メニューを食べると、もう全然お腹が空かなくって、お昼も食べ過ぎなくて済むようになりましたっていう、こういったね嬉しいお声もどんどんいただいてるんですよ。そして4つ目は、むくみ改善効果になります。リンゴ酢はカリウムが豊富なので、見た目もすっきりデトックスすることができるんです。そして5つ目です。なんといっても便秘改善、これすっごく大事です。便秘のままでは痩せません。なぜかというと、便秘であるっていうことは、食べた古い食べ物のカスがいつまでもお腹に残ってるわけですから、ものすごくね、悪玉菌イコールデブ菌のもう住みかになってるわけですよね。住みついてしまっている。そんな状態ではいくら頑張っても痩せることはできません。ですから、いいものを入れる前に出す方が先です。お腹の断捨離、大掃除をこのレシピで行っていきましょう。そうすることで、新たに新しいものをちゃんと吸収できるようになりますし、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができます。そして最後6つ目、アンチエイジング効果があります。今回はこのアンチエイジングにすごく効果のあるキノコを使ったレシピなので、そのキノコのアンチエイジング力も味方につけていきましょう。ではここから2つ目の項目です。女性の方はもう特に必見ということで、食べて痩せて、そして若返るリンゴ酢レシピ、材料、作り方をお伝えしますね。でまずは材料が持つそれぞれの痩せ効果について簡単にお伝えします。でポイントはですね、これ間違ってはいけないのが、痩せるリンゴ酢を買いましょう。太るリンゴ酢も売ってます。では痩せるリンゴ酢ってどんなリンゴ酢ということで、このようなリンゴ酢です。メーカーは問いません。ポイントは、原材料が国産のリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢を選んでくださいね。ポイントはここです。リンゴ果汁 100% で作られているかな、でできればそれが有機栽培だったりオーガニックの JAS マークがついているいいものかなっていうことですね。とにかく無添加であること、香料、着色料、保存料、余計な人工甘味料などなど一切入っていない純粋の純リンゴ酢を選んでくださいね。はい、そして次の材料は、今回キノコ類を使っていきます。で特におすすめな2つのキノコを選んでみました。1つ目は干し椎茸です。食物繊維が生の椎茸の10倍含まれています。なので使う時は干し椎茸おすすめです。なければ生の椎茸でも OK です。そしてむくみ改善効果、葉酸も取れて
骨粗鬆症の予防にもなります。カルシウム不足になってしまっては痩せることができませんので、しっかりと、ね、この予防できる椎茸使っていきましょう。次に舞茸、この舞茸もね、もうめちゃくちゃ痩せ効果高いキノコの一つになるんですね。脂肪燃焼効果が高いです。しかも体温を上げてくれる効果もあります。食物繊維も豊富、そして消化吸収をアップしてくれて、キトサンも多いということで、アンチエイジング効果が高いのがこの舞茸ということになります。なんといってもキノコは低カロリーですし、ナイアシンという成分が肌荒れを防いでお肌の状態を保ってくれるんですね。またビタミン B2 も豊富なので、細胞を再生する力が促されて、どんどんお肌を若返る方へと導いてくれるんです。今回はこの2つのキノコご紹介しましたけど、他のキノコでもいいですよ。しめじとかえのき、何でも OK です。混ぜてミックスして使ってくださいね。そして昆布も使っていきます。昆布もいいですね。一度に2種類の食物繊維、水溶性と不溶性バランスよく取れちゃいます。そしてね、便秘改善、血糖値の急上昇も抑える、コレステロール値も抑える、そして満腹感も得やすくなるのが昆布です。この切り昆布を使っていきます。そして使う油はオリーブオイルを使っていきましょう。ここで決してサラダ油などの太る油を使ってはいけませんね。まず腸内環境が整うようなオレイン酸が含まれていますから、便秘改善するするとね、便通良くなります。ポリフェノールも含まれていますから脂肪燃焼効果もあるんですよ。そしてね、満腹中枢を刺激してくれやすいオイルなので、ここでも食欲を抑える効果があるんです。そして最後に甘みをつけるのは蜂蜜です。ここで間違っても白砂糖なんか使っちゃダメですよ。もう激太りしてしまいますからね。必ず天然の蜂蜜か、なければメープルシロップでもいいと思います。お好みで使い分けてみてください。蜂蜜ってすごいんですよ。脂肪燃焼効果もありますし、またオリゴ糖が豊富なので腸内環境が整います。善玉菌たちが大好物なので。そしてなんといっても白砂糖なんかに比べたらもう断然栄養がね違います。栄養価が高い甘味料となりますので、ぜひ甘味料でも栄養をとっていきましょう。ではお待たせいたしました。ここから材料作り方のお話をいたします。今回はこちらリンゴ酢キノコです。材料です。キノコ 300g。 このキノコはどんなキノコでも OK です。ご自分がお好きなキノコを 2,3 種類混ぜて使ってください。次です。カットした昆布ですね、結構細かくカットした昆布を1/2枚、オリーブオイル大さじ2、純リンゴ酢 50cc、 蜂蜜大さじ1、白だし大さじ1以上の材料を準備してください。では作り方です。1つ目、熱したフライパンにオリーブオイルを入れてカットしたキノコと昆布を炒めていきましょう。キノコは手でほぐすと染み込みやすくなります。味が手でねちぎってみてください。2つ目、キノコがしんなりとなったら、だいたいね、キノコの丸だいたい9割が水分だからすぐしんなりします。そうしたら残りの材料全部入れてよく混ぜ合わせたらもうあっという間に完成です。では最後にワンポイントアドバイスです。お好みでピリ辛お好きな方は唐辛子入れても美味しいです。そして保存方法ですけれども、冷蔵庫で約1週間保存可能ですから、保存食としても重宝しますから、ぜひ今すぐ作ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢に加えて、アンチエイジング力も高いキノコ類を組み合わせた美味しいリンゴ酢のレシピご紹介しました。もうとにかく簡単ですので、ぜひ今すぐ作ってみてください。とっても美味しいですよ。今回のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作って食べてみたご感想などなどいただけるともめちゃくちゃ励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。